君の脳に直接届くプライムです。君のってちょっと言い慣れてないな。というわけで、前回栃木県ねクリアしました。玉物前の話んで、埼玉県でなんだっけこれ、あ、タナバーか。缶になってるけどいいのかこれ。これなんか紫となんか違うんだよね確かね。まあいいや、とりあえずまあこの流れで茨城。これ軽力大丈夫かな。なんか地道に減ってってんのが怖い。ひな祭り、はーい。私の家にはおばあちゃんが大事にしていたひな人形がある。お内裏様とおひな様しかいない古くて汚くて粗末なものだ。私はひな祭りが嫌いだ。なんかあれ作家みたいな話し始めの仕方をするね。理由は豪華なひな人形を持ってないからじゃない。私の4歳のひな祭りにおばあちゃんが死んだからだ。おばあちゃんが大好きだったかというと、それはあまりよく覚えていない。でもおばあちゃんのことは忘れないし、その顔もはっきりと覚えている。どうしてかというと、おばあちゃんはひな祭りの日にいつも帰ってくるからだ。だから3月3日が近づくと、おひな様は仏間に飾られる。帰ってきたおばあちゃんが喜ぶからだ。だから必ず、おばあちゃんはひな祭りの日に帰ってくる。嘘じゃない。証拠だってあるもの。いや、怖っ。やめてくれ。え？おー、終わるかと思った。あ、こっから始まるんだ。なんか、いいね。岸川ひなの。どう見て、素敵でしょ？私のおひな様。ひなのさんの言葉に友達はみんなそのおひな様を褒めちぎった。7段飾りかな。人形が15体もいる。お金をいっぱい出せば誰だって買えるのに、あんな人形なんかさ。中学生にもなってひな祭りのパーティーに呼ばれたことが私にはたまらなく嫌だった。西条さんもこっちにいらっしゃいよ。私って3月3日生まれでしょ。だから名前もおひな様だし、誕生パーティーがひな祭りなの。ね、せっかく来たんだからもっと楽しんでいってよ。嫌なやつ。中学生にもなって誕生日パーティーなんかやらないよ。単に自慢のおひな様を見せびらかしたいのは、ここにいる誰もがわかってるのに。みんな岸川さんを褒めると、いろいろもらえるからチヤホヤしているんだ。でも私は嫌。何もいらないし、おべっかを使うのも嫌。あ、西条。あ、いいんだ、西条で。私帰るから。プンプン。あ。ああ。なんて割れ方してるんだ。ああ。わざとじゃなかった。帰ろうとしたらひな壇に当たってしまったんだ。そしたら人形が落ちて壊れただけ。絶対にわざとじゃない。ひどい。ひどいよ、西条さん。私の大事なおひな様壊すなんて。わあ。岸川さんは、ボロボロ涙をこぼして泣き出した。一緒にお祝いをしていたクラスの女の子たちは、みんな私のことを見ている。岸川さんの泣き声を聞きつけて、彼女のお母さんまで駆けつけてきた。うん、選択肢が三つもある。彼女のお母さんまで、謝らなきゃね。顔、目が見えないの怖いね。ごめんなさい、ぶつかって人形壊しちゃいました。ごめんなさい。わざとじゃないけど、壊してしまったのは私だ。私は必死に謝った。嘘よ。西条さんわざとぶつかったでしょう。私見ていたもの。私の大事なおひな様。わざと壊したんでしょう。何言ってるの、ひなちゃん。お友達がわざと壊すわけないでしょ。形あるものはいつか壊れるんだから。仕方ないのよ。それよりごめんなさいね。ひなちゃんも謝りなさい。
どうして？どうして壊された私が謝らなきゃいけないのよ。私の大事なおひな様、壊したのは西条さんだよ。私、弁償しますから。私はそう言い残すと、壊れた人形をつかみ、そのまま走って帰った。持って帰るんかい。やっぱりひな祭りなんて最悪。弁償しますなんて言ったけど、高いんだろうな。それにこの人形だけなんて、売ってくれるのかしら。確かに。もし売ってなかったら全部買って弁償するんだ。絶対に、私のお小遣いじゃ足りないよ。絶対に。一生かかっても返せないかもしれない。しおり、いい？いや。今ね、岸川さんのお母さんから電話があったわ。もう岸川さん、怒ってないって。嘘よ、岸川さん。性格悪いもん。何言ってるの？壊したのはあなたでしょ？でもわざとじゃないもん。偶然ぶつかっちゃっただけだもん。でも岸川さんの大事にしているおひな様を壊しちゃったんでしょ？お母さんまで私を疑うの？私がわざと壊したっていうの？誰もそんなこと言ってないでしょう。せっかくのひな祭りなのに、しおりにはおばあちゃんの命日で楽しくないのはわかるわ。でもね、仕方ないことでしょ？そうよ。ひな祭りなんて大嫌い。家にいてもお坊さんが来てお経を唱えるだけじゃない。別にもう中学生だし、ひな祭りなんて祝ってもらわなくてもいいけどね。しおり。もう出てってよ。明日学校で岸川さんに謝るわよ。それでみんな満足するんでしょ？てんてんてん。私って最低だね。私が悪いことはわかっている。私が謝らなきゃいけないことはわかっている。でも謝るのって難しい。素直になれない。わかるわかる。それにこの人形、なんだか人間みたい。私こんなに綺麗な人形持ってないもんな。やっぱり岸川さんのことが羨ましかっただけだよな。岸川さんいい人だもん。いつも私に笑顔で話しかけてくれるし。やっぱり。明日謝ろう。この人形直してみよう。直してみよう。ボンドでくっつくよ、きっと。直せるかな。直しても綺麗には直らないと思うけど、できるだけやってみよう。ただ謝っても、きっと許してもらえないから。あ、ただ謝ってもか。直しても許してくれるかどうかはわからないけど、できるだけやってみよう。私は瞬間接着剤や絵の具を使って何とか直してみた。でもお世辞にもそれはよくできたとは言えないものだったけど。その日、私はなかなか寝つけなかった。人形や岸川さんのことが気になっていたせいでもある。でも理由はそれだけじゃない。何かに押しつぶされそうで、とても苦しかった。それでも私はいつの間にか寝てしまった。そして夢を見た。でもこれ、本当に夢？おお。おばあちゃん？ごめんね、しおり。ばあちゃんのせいで大切なひな祭りを台無しにして悪かったよ。ばあちゃんね、大好きなしおりに会えるから嬉しくて帰ってきていたんだよ。でもしおりには迷惑だったんだね。だからもう二度と帰ってこないよ。これからはみんなと仲良くするんだよ。そしてひな祭りを大切にするんだよ。おばあちゃーん！さよなら、しおり。大好きなしおり。おばあちゃーん！待って、おばあちゃん。私は飛び起きて手を伸ばした。でももうそこにおばあちゃんはいなかった。ああ。次の日、朝ごはんを食べているとき、お母さんが不思議なことを話してくれた。しおり、昨日仏間で寝ていたらおばあちゃんが帰ってきたの。え？私のところにもおばあちゃんが現れたと言いたかったけど言えなかった。おばあちゃんね、もう帰ってこないって。それであのおひな様は捨ててくれって言ってた。どうする、しおり。新しいおひな様を買おうか。いいよ。だってあのおひな様、おばあちゃんが大切にしていたおひな様でしょ。私もあのおひな様を大事にするよ。いいのよ、無理しないで。お母さんももっとしおりのことを考えてあげるべきだった。
七段飾りは難しいけど、お母さんだってへそくりあるんだよ。いいの、私も悪かったもの。今日岸川さんにちゃんと謝る。私ね、あのお人形直したんだよ。あんまりうまくいかなかったけどね。そう、あのお人形はね、三人勘定っていうの。しおりのおひなさまも二人っきりじゃ寂しいから、来年は三人勘定を増やしてあげよっか。うん、そうしよう。その日、私は岸川さんに謝った。岸川さんは笑って許してくれた。実はあの時壊れた三人勘定は今も家にある。おばあちゃんの大事にしていたおひなさまに友達が増えたんだ。でもあれ以来おばあちゃんはもう帰ってこなくなった。ごめんねおばあちゃん。うわぁ、なんかやぁ、泣けるなぁ。なんか、なんだろうな、いい話なんだけど、おばあちゃん。おばあちゃん。全然おばあちゃん子じゃないけど、俺。ちょっと、なんか悲しい、切ない気持ちになった。はい。というわけでね。いや、結構、ここまで結構面白い話しかないな。面白かったり、感動したり、勉強になったり、いろいろあるけどね。次もやっていこうと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。さよなら。